いどうもみんなの気になる頭だよ。頭じゃねえけよ。みんなの気になるチャロロじゃけよ。頭ば気にしようと思えんけよ。今日はな、わしのトレーラーは車検、台車とヘッドが車検じゃけ、ちいちぇ、またローリング単車で岡山県と福山の辺をちょろちょろするよ。見かけたらわからんじゃろうけど、手あげて無視するけ。無視だせんけ。手あげる返す。はい、どうもーグボッケユルーだ。な、今回な、ちょっとな、トラック遍歴というか、デーブ、何社かも5社ぐらい、運送会社変わってきて、もう独特なもう荷物を専属で運んできたけ、その紹介を一からちょっとシリーズ化して喋ってみようかなと思って。まあまあ、すっげえ独特な荷物じゃけ。まずな、はじめに運送会社入ったところが、スロット台な。スロット台運べおる。わかるかな？パチンコ台じゃのうて、スロット台な。てぃ、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 なんでこれ入っとるじゃねえかね、入っとる。うん、入ってません。入っとるだろ。てぃ、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 あのスロットな。あのスロット台をメインで運べおる運送会社。珍しいだろ。なかなかねえと思うよな。それはまあ岡山県でも、今もう運送会社自体が辞めてしまうでもねえんじゃけどな。そんなも知らず入ってやってみたんじゃけど、まあその頃はもうな、景気がえかったけ、今もあるんかもわからんけど、一晩泊まれば2400円の運行手当が出て、それはもう現金でくれるんじゃ。晩スロット代じゃけ、晩納品な、11時のな、店舗が終わってからバーっとの納品していく、その晩だけの納品じゃったら1200円、運行費、運行手当っていうのが、給料とは別にこう運転手さんに現金で手渡ししてくれてなあ。ほいで高速代もう、なんていうかな、この表があるの、表があって、な、県ごとに高速代なんぼまで使ってもいいですよっていう表がある、あった、その会社独自のな。でまあ結局神戸じゃったら、まあ、例えば5000円高速代使ってもいいですよ、でも2000円しか使いませんでした、ホンダの3000円をバックしてくれるん、よう頑張ったな、よう浮かしてくれたな言うて、現金で運転手さんへバック、最高じゃったけど、給料とは別にその高速代を浮かしただけでもうほんまにもう10万事故あったけ、まあええ会社だった、ほんま景気がよかったんじゃろうな思うような会社で、まあスロットもまあええ景気がよかった分、そのスロットってものすげえ大変でな、結局スロット代を運びおる道中にどこから嗅ぎつけてきたんか知らんけどな、パーキングやこうで休憩しおりゃテクテク風情の悪いんが歩いてきてからや、運転手さん中のロム変えさせてくれんやこう言うてきたりするんよ。それを運転手さん許諾してしたらもう運転手さんも犯罪じゃっけな、クソじゃっけ。ほいでそのな、ロムを交換して台に書いてあるCRナンバーをそういった覚えときゃ、どこどこの店舗に持っていくいう情報だけ分かればもう その台行ったらもうな、出るわけじゃが、そのただ押しおったら出んのよ。多分それにもなんかいろいろあって、なんか聞いた話によると、こうじゃけスロットのこうレバーがあるが、レバーを一辺下ろしてポンポンポン押しました、ボタンを3回押しました、レバーをこうグリグリしましたって言ったら、カチャンとこうカチャンと中のこう怪しい色も入れとるやつの切り替わりがあるんだろうな、ほんならずっとプッと出てたという。その頃はもうな、なんちゅうんかな、若えけ、寝言はめできるかやかな、ね、どっか行けこな方が言うようなことを言おったけど、それが結局はなあ、ほっぺたへ傷があるような人の資金源になったりするんだろうし、今思やもう怖えな思ってな、もうようできんわ。もうスロット代言うて後からお金が振り込まれるんじゃねえよ。その店舗へ運びました、そしたら書類をいっぱい書いてもらって、何を書いてもらって書いてもらって、現金も運賃もそこでもらうんよ。だけ一発神戸行って3トンでな、
サントンで神戸行きました。一発行っただけで 4,5 万の運賃を持って帰って会社へ現金生でな持って帰るんよ。ほいだけなあ、わしはこうその新車で3トンもろうて、神戸大阪近辺はもうその3トンでずっと行きおったんだけど、ボルボももろうとったんよ、ウイングのな。そのボルボやこういったらもうパンパン3段な、スロット台3段乗っけて関東行くが、関東行って、で大宮のトラステか、大宮のトラステで1日に東京都内の配達が、まあ、5件とかあるのやっぱりな。11時ぴったりに5件、そんなもんも一人じゃ無理じゃし、そんな10トンでな5件都内をパン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 入れんけ。ダーッと大宮のトラステで赤棒を並べて、あんたはこの店舗な、ほんなこの5台な、あんたほんなこの店舗、あんたこの店舗な、ほんなあんたこの店舗6台な、言うてこう振り分けて行ってもらう。一斉にな、10時ぴったりに行ってきてよ、言うて、それを1週間ぐらい繰り返すわけよな。納品してもろうて、ほんな赤棒がずら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 戻ってくるが、ほんならやっぱり新しい台を入れるっていうことは古い台が余るって、それを引き取ってくるんじゃ。ほんなら10トンパンパン積んどる寝台を全部前から掘り返してな、引き取ってきた台を前へ詰めて、もうそんなんなんやしょうったらもう朝になるんよ。ほんで1週間経ったらあんた1万円の札が小顔になるけ、もっとくん怖えけな。あんな、なんか噂ではわしがおった頃にはそんなんねかったけど、わしが入る前やこの運転手さんや、このやっぱ現金がこんだけな、1万円がこんだけあってみね、悪い心がそれやっぱりなあ出てきて持ってポトンズラなしたりするようなもったらしゅうて、なかなかな、それわしも思うよ、そんだけの現金が目の前あったらな。でもいいちゃんののがそこを抑えてくれたけ、なんとかずっとやってきたけどな。すげえ世界よな、スロット運びおる業者言うてな。もう今やこうようやらんけど、あんなもスロット代も思って3段上げよう思ったらもうフーフー寄ったんじゃけ。まあそんな感じかな。第1段目はスロットを運んでいましたよっていう。あれ出した。追い込み行ってくるよ。